宮城県宮城郡の範囲宮城郡は宮城県の郡、宮城県の県名の由来となっている。人口66,243人、面積111.64平平方メートル、人口密度593人、平平方メートル、以下の山頂を含む。1878年に行政区画として発足した当時の群域は上記山頂に塩が増し、 多賀城市、仙台市宮城野区、泉区及び、青葉区の大部分、若林区の一部の区域にあたる。なお、仙台市青葉区新川は1955年に、名取郡から編入されている。大宇山脈から、太平洋に至る東西に細長い形であった。8世紀までに作られたと推測され、文献所見は、俗日本期の天平神後2年11月1日である。 軍の中では南小泉遺跡に集落が形成され、平安時代、中世まで集落、町があった。その周りの広瀬川と七北田川に挟まれた地域には、上里性が敷かれ、水田が広がっていた。道の区の国府は、おそらく天平法寺6年に、名取郡の郡山遺跡があるところから、宮城郡北部の多賀に移った。多賀城の外には、都市的な街区が広がった。 道の区国分寺、国部天寺デラは、南小泉遺跡に近い位置に置かれた。延暦4年に東部に、多賀軍と海上軍を分けたが、しばらくして元に復した。和名将が知るす里の数は10で、道の区国の中では、白川軍の17と岩木軍の12に次いで多い。鎌倉時代にも多賀国府は存続したが、中心地はやや西の岩切付近に移ったと、 考えられている。鎌倉時代の初めに、伊沢家系が、道の区国の留守職として、国府で政務を取り、留守氏を名乗って、宮城軍北部に根を下ろした。南北朝時代には、南北領庁や北朝内部の対立で、多賀国府が争奪の的になった。国府が位置する宮城軍の北部は留守氏が占めていたが、その誠意は、国府から、道の区国全土の武士に号令をかける。 北畠秋家や欧州丹大諸氏と肩を並べるようなものではなかった。軍内の南部、西部の勢力としては、南朝に属して戦った大川戸氏国分寺里によった国武氏、道のくすけ氏の光栄やあたしが知られる。国府が機能を失い、欧州丹内大崎氏が北に去った後、戦国時代の宮城軍は、南部が国武氏、北部が留守氏の支配地に分かれた。やがて、 伊達氏の影響力が南から伸び、両氏とも伊達氏から養子を迎えて、その一門に組み込まれた。伊達氏から入った留守正景と国部森重は伊達政宗の武将として活躍した。豊臣秀吉が全国を統一すると、欧州市沖によって留守氏は取り潰し、国部氏は伊達氏の家臣としてそのままとなり、結果的には両人とも正式に伊達氏の家臣となった。その後、 ルス・マサカゲはマサムネによって領地を移され、国部森重は追放され、ルス、国部ともに宮城軍の土着勢力ではなくなった。戦国時代の宮城軍はマサムネの勢力の北限に近かったが、欧州市沖を経て、伊手市の両国が北にずれると、両国の中央やや南寄りに位置するようになった。慶長6年に仙台藩書大藩主、 伊達政宗が宮城郡内の仙台に居城を築き本拠とした。仙台藩は、小、保、里などの中世紀の区分を廃止、宮城郡を地理区分として再確定させた。宮城郡の内仙台城下町を除いた地域は、高木、陸方、浜方、国部の四つに分けられた。仙台藩は城下への水運も、兼ねて堀を巡らせ、排水による、 低湿地の開発を進めて、仙台平野の全域を水田地帯に変えた。大半の城下町として、仙台も発展し、周辺もその影響を受けた。宮城七78河村の表高は47,578国6と参照であった。明治時代に、道の区国が分割されると、宮城郡は陸全国に属した。明治5年に、 大工小区制が施行されると、宮城郡は、第一仙台城下町、第二国部、第三陸方、浜方、高城の三つの大区に分割された。後明治七年の区の再編で、第一仙台城下町、第二陸方、浜方、国部、高城の二大区に改められ、明治九年の再編で、仙台城下町を含む宮城郡全域が、名取り軍、 黒川軍と合わせて宮城県第二大区となった。明治11年10月21日の軍区町村編成法施行に伴い、宮城軍役所が南目村の旧原町大館所に置かれた。同時に仙台区が宮城軍より分立し、仙台城下町が行政区画上正式に宮城軍から分離された。市政、町村制が施行された。 明治22年当時の宮城軍の人口は6万518人であった。大正15年に軍役所は廃止され、軍内の町村は宮城県に直結したものの、昭和17年に宮城県は宮城軍と黒川軍を管轄とする宮城、黒川地方事務所を置き、軍役所の機能を実質的に代替させた。 1>, 1、原町2.7、合村3、高佐護村4、七ヶ浜村5、浦戸村6、松島村7、利府村8、塩釜村9、多賀城村10、岩切村11.7、北田村12、泉竹村13、大沢村14、広瀬村。ありがとうございます。